マブカス TV 川口学です。今日はですね、日産のイージーライドという、まあ、3年前もですねお届けしてるんですけれども、要するに自動でですね運行するこういったですねバスがあるわけですけれども、この体験ということで、まあ、3年経ってどんな風になったかというところをですねチェックしていきたいと思います。まあ、イージーライド、基本的には無人のサービスを想定した、まあ、将来の技術ですので、自由にこう好きな時に好きに移動できるっていう、まあ、自由度とか、それから完全に無人の空間になるので、まあ、完全なプライベートな空間で移動できるというところの価値を、まあ、いろいろ探していきたいなというところです。少なくとも日本の中では、多分一番大きい本格的なモビリティサービス実証なんです。今回のルートで言うと、まあ、この辺に本社の中華街まで含むエリアをぐるっと囲んでいてですね。で、この中で23箇所停車場を設定しています。で、これもですね、実は本当はもっといっぱいやりたいんですけども、警察といろいろ協議しながら止めていい場所を探していくとですね、意外と安全に止められる場所ってやっぱり限られてきていて、で、まあ、交渉の結果今23になりました。日数でいうと今回約30日、1ヶ月ぐらいの期間で、お客様を200人、一般のお客様を、公募で集めました。で、実際にはあの応募者、全体でいうと1000人超えるぐらいの規模の方が、まあ、参加意思を表明はしてくれたんですけども、まあ、さばききれないということで200人に絞って、で、今回、まあ、ちょうど終わったところですけども、500何十回の実際の内容があった。ということで、まあ、かなりの規模にはなってきたので、いろんなデータが溜まってきたっていうのもあります。今回の一つのハイライトは、予約してから乗り込んでスタートするまで全部基本無人のシーケンスでやります。うん、なのでスマホで呼んで、中に乗ったら画面が目の前にあるので、そこで指示された通りに行動していただければ車が自動で出ますということです。それから今まあ、ご存知だと思いますけども、この手の自動運転のガイドラインというのが設定されていてですね、基本的にはセーフティードライバーと、それからシステム監視しているオペレーターと、それから後ろにもう一台伴走者つけるっていう今のガイドラインになってるんですけども、今年はですね、警察署といろいろもう3回目になるんで、こういう技術の進化をしたので、今回は AD のドライバー1人ということで、進めさせてくださいということで了解をもらってこれもやっています。なので後ろに伴走者もいませんので、まあ、1人こうハンドル触らないで座っている人がいるという状態です。で、それから、今回パートナーはドコモさんの AI 運行バスと組ん でこれも商用化されているアプリなので、それと、まあ、クラウド上でつないで、まあ、割と現実に近い。もともとこれ DNA さんとスタートしてイージーライドっていう名前も DNA さんと組んだ時のサービスネームなんですけども、まあ、どこ行っちゃったかっていうと例の GO ですね、まあ、社長中島さんですけども、GO の方に専念をしばらくしたいということで、今回は、イージーライドには参加しないっていうことだったんで、じゃあドコモさんということ で基本的に日産はパートナーはいろんな人と組めるように当然しているので、サービスはどことでも組めるような仕組みをうちは作ろうとしています。で、少し技術の話をします。自動運転で一番大事なのはやっぱ安全どうやって確保するかって、もう1にも2にもそれが最初なので、うちは基本的にその、例えば AI とかなんとかに全部頼るとかですね、いう思想じゃないです。車を普通に設計するって思想でやってます。で、何言ってるかというと、今回で言うとこの港未来地区が、まあ、運行領域です。で、この運行領域の中で発生する、まあ、ユースケースっていうのがありました。例えば今回でいうとこの辺道がものすごい整備されてるんで、例えば信号のない交差点ってないです、うん、それから真ん中の、車線がないような細い道も今回は走りません、うん、ということで、そうするとこのユースケースってだんだん限られてるんですね、うん、でそのユースケースを全部洗い出して、でそれが必要なタスクっていうのが出てきますから、それを車とドライバーと、それから遠隔で見てるところと、まあ、割り付けるっていう。でっかい、例えばショッピングセンターみたいなところですね、車が入ってダーッと渋滞してる時あるじゃないですか。で、あれが停止車両なのか、
それとも動く車両なのかって、人でも結構見分けがつかないような場面とかありますけども、ああいう場面になるとさすがにこれ今判断できないんですね。で判断しないから、多分最後尾の車とかで止まるんですよ。でそこでスタックしちゃうん でそこから先はじゃあ遠隔で指示をしましょうと、で隣の車線移って行きなさいっていうような、そこの判断は例えばさすがに今は知恵がないのでまだできないとかですね、いうのをきちっと割り付けてってことがまず大事で、要は何か起きた時に、原因が分かりませんっていうのは多分ダメで、こういう設計をしてましたっていうのが説明できるようなシステムを作ろうとして、でその結果ですね、今回の車は、後で見ていただきますけども、カメラそれからレーダーライダーっていうのを、まあ、ここに書いてあるような数で、使ってぐるっと360度見る仕組みを、今回の車の特徴は、よくあの天井にものすごいいろんなものを乗っけて自動運転皆さんやってますけども、全部車の中にインテグレートしてるっていうのが一つポイントです。まあ、日本の方式ちゃんと通すっていうのももちろんありますけども、実際これやろうとするとですね、車ってやっぱ上からこう見下ろした方が楽なんですよね、360度だけど、このベルトラインのところにセンサー全部入れると結構視界が悪いんで、目が悪い代わりに頭良くしてる、そんな感じです。で実はもう次のバージョンアップは計画してて、その時には今度目をもうちょっと強化しようかなと思います。それはインテグレーテッドするから、まあ、目はちょっと妥協するっていうようなところがあるってことですよね。理想はやっぱりもっと高い位置とかにつけての方がやりやすい、のがやりやすいっていうのはあるわけですよね。はい、でも今後のことを考えてのインテグレーテッドってことですね。はい、まあ横浜走ってていろんな場面があるんです。うちあの北米でいうとシリコンバレーとかで自動運転やってますけど、こっちで決定的に難しいのは駐車車両がやったらいるっていうことですね。アメリカ走っても駐車車両いないじゃないですか。でこれが駐車車両やったらいるんで、それをまあどう避けながら走るかっていうのも難しいし、それから当然歩行者もいっぱいいるんで、どう歩行者をちゃんと認識して、まあ正しく止まってで出てくかっていうことですね。でそれから、駐車車両がいるってことは自分も避けなきゃいけないんだけど、目の前にカットインしてくる車って結構いるんで、これ実は周りの車の予測もしてます。要はカットインしてきそうだなとかいうのを予測しながら動いてます。まあ例えばの例で言うと、先ほど言った車線変更の例ですけど、まず大体こう路中がいっぱいいるところって決まってますよね、なのであの毎日こうぐるぐる走ってるんで、その中で実は大体この場所はいつも止まってるとかですね、いうのを全部学習してます。学習してデータで貯めて、あのマクロにどの車線を選ぶかっていう戦略はあの車として決めます。でそれでも予期しないように駐車も止まってますので、この時はですね当然360度周りを見て、で後ろから斜め後ろから来る車がですねの前に入るか、それとも自分で少し減速して先に行かして後ろ入るかとか、そういう判断をして車線変更をします。でどうしてもやっぱり車線変更できない時ってやっぱあるで、あの自動運転でリスクは絶対に取らないんで、やっぱりどうしても踏ん詰まる時があるんですね。でその時は全部行ってから自分が出れるぐらいの車間を取って止まるっていう、そういう制御をしています。なのであのものすごく行儀のいい、まあ、教習所出たての、ちゃんとしたドライバー、そんな感じの運転をします。今回、まあ、1ヶ月ぐらいいろいろ実証をやって、まあ、元々予想したよりもだいぶ皆さん使ってくれました。で使ってくれた方の大体半分ぐらいがですね、3回以上、1ヶ月の間3回以上使ってで、中にはほぼ毎日使ってるヘビーユーザーの人もいてですね、まあ、あのただなんでね、今回あの当然便利なものとして使ってもらってますが、結構やっぱ評判は良くてですね、安心にして乗れるっていうのは結構皆さんからいただいてます。それ在住の方なんですか、横浜。あの選んだのは基本的にここに在住か、はい、もしくはここに仕事で来られるかですね。で大体プロファイルとしては、親子の方、それから、まあ、仕事で来られる方から、ご夫婦の方というので大体まあこれぐらいのプロポーションで、来てます。で、皆さんですね、まあ良かったのは、とにかく安心に乗れますねということ、それからあのセーフティードライバー乗ってるんですけど、不思議なことにこうすごいプライベート感がどうもあるらしいんですよね。
で、それからあと一方で、まあ、今回4台しか車が回してないので、予約全然できねえじゃないかと。で、実はお叱りを受ける場合もやっぱあったんですね。まあ、その辺はビジネス本当に始まったら、やっぱある台数当然揃えて、必要なデマンドに対して、供給できるようにはしなきゃいけないです。今回のベース車両は ENV200 なんで、商用車ベースなんですね。だからあんまりこう、車のダイナミクスとしてはあんまり良くない車を、自動運転でどこまで滑らかに動かせるかっていうのをぜひ、皆さんの中から言いますけど、見ていただきたいな。車をあれだけ滑らかに動かすと、結構綺麗に制御しないとですね、動きはできないと思います。その辺やっぱ車、自動車会社ならではの感じで見ていただければいいなと、はい、思ってます。そのイージーライドのサービスのゴールっていうのは、まあ、その日産の中で設定あると思うんですけれども、一般の人にもうちょっとこう分かりやすく説明するならば、どんなことができるようになる世界を提供するということなんですか。ですね、基本的には最終的なゴールは、それこそスマホで、自分の車を予約して、で自分の目の前に迎えに来て、で誰も乗ってない車が迎えに来てですね、でその中に乗り込んで、完全にこうプライベートな空間を楽しんでもらいながら、目的地に安全に着くというような、まあ、全体の流れを考えています。例えば横浜は横浜の使い方あるんだと思うんですよね。今回やって意外と分かったのはですね、タクシー乗るときってあんまり距離短いと遠慮するじゃないですか、はい、だけどロボットだと思うと結構ですね、ちょっとした距離でも使っちゃおうっていうのがあって、でそういう意味で言うとこう移動の仕方が随分変わるかなと思いますね。でそれから地方に行くとやっぱり、ね、バスとかの本数がそんなにないので、もっと便利な乗り物として日常使いができるような、自動運転っていうのは、まあ、できたらいいなと思ってはいます。そしてこの技術は自家用車にも適用できて、今言ったみたいなことが、要するに自分の車を呼んで、はい、来てもらう、遠い将来ですね。それは、はい、やっぱりコストが高いですね、はい、やっぱりセンサー山ほど積むし、からコンピューターも山ほど積むし、うん、だからコストがこなれないとなかなかその世界は来ないので、しばらくは皆さんに運転していただいた方がいいので、いい、まあ、運転して楽しい車はそれはそれで作ります。じゃあこちらはどっちかというと公共的なもの、乗り物の方に向いたサービス、ね、まずはそうなると思います。はい、わかりました、ありがとうございます、はい。これ実際に予約したいと思いますので、この予約をするボタンをポチッと押します。まず乗車地ですね、はい、これを乗車地、最寄りでいいですか。最寄りで、はい、こちらが出ると思います。はい、グローバル本社、はい、OK、はい、続いて降車地ですね。降車地は、降車ポイントから、ね、降車ポイント、はい、はい、でワールドポーターズ、ワールドポーターズ、はい、ここですね、はい、汽車道、はい、側で、はいはい、ここです。じゃあこれを選びます。 OK を選びます。確認する、はい、今すぐでいいんですよね。はい、今すぐです。はい、で確認するを押します。はい、はい、で確定するを押していただきます。確定するということで、まあ、経路が出て、はい、閉じるだけ、はい、で今乗車ポイントに向かってくださいというふうに出てますので、57分に着きますよということで、あと10分後に車が来ますということになってます。これで予約は OK ということで、あとは10分間待ちたいと思います。これですね、はい、ナンバー3ですね。そうです、ナンバー3がこのようにこっちに向かってきているのがリアルタイムで分かると。これで乗車ポイントに到着を伝えると、はい、それと乗客で今もう待ってますよというお知らせをします。なるほどなるほど、こちらが待ってるよっていうことを向こうに伝えたいと思います。そうです、はいはい、で、あとは到着時にドアを開けるっていうボタンを押すと、はい、ドアを開ける認証コードを入れる。ああ、なるほどなるほど。認証していただくと自動で開きますので乗車をいただけると、はいはい、ドアを開けるでですね、はい、ここに認証コードを入れる、はい、横に番号が書いてますけども、これですね、そうです、3713、はい、それを今3713開ける、はい、これで今認証、はい、ドアが開くまでお待ちくださいと今出てますので、これでドアが開きます。
お、開いた。はい。これで乗車可能ということになるわけですね。なので自分でやるときは、そのコードを入力して、ドアを開けて、まあコードを入力しないとドア開かないですから、それで乗り込んで、まあ、スタートするというような流れになっております。じゃあ、準備ができましたので、これで乗ってですね、行ってきたいと思います。じゃあ、行ってきます。はい、行きます。関係者の皆さんです。はい、じゃあお願いします。シートベルトをお締めください。はい、シートベルトを締めてくださいと出ました。準備が整いましたら窓際にある GO ボタンを押してそのままお待ちください。この GO ボタンですね、このボタンを押して待つと。今点灯が止まりました。ドアが閉まります。はい、ドアが閉まります。周囲の安全が確認でき次第出発します。はい、これで出発ということで、便宜上運転手さんが乗ってますけれども、実際には、はい、操作はしていないということになります。あくまでもエマジェンシーのために乗っていただいているということになるわけですね。まもなく発車します。このような感じで今、はい、行き先ワールドポーターズ車道側15時8分となってますけれども、今ですね、前に車が止まっているので、この車が多分はけないと動き出さないということですね。はい、スタートしてます。このように、はい、ハンドルを自分で切って、はい、走行しているという状況ですね。ここから全て自動ということで、まあ、先ほど説明ありましたように14個のカメラと様々なですね、センサー類、これを駆使して、そしてですね AI が判断して走らせるということになるわけですね。はい、今ちょうど右側から車来てたので一旦停止して、そして確認をして動き出すという状況ですね。このように今どんな風に走ってるかというのが全部センシングされているのも目の前のモニターに出てきてますね。横断歩道を人が渡ってるのも出てますし、信号の変化なども全部表示されているということですね。で、以前乗った時にはリーフベースの車でしたけれども、今回は所有者のですね NVE ですね、これをベースにしているもので、まあ乗用車と違うので制御がまたいろいろと大変ではありますけれども、それでも快適な走りを実現しました。これは本当に自然に運転してる感じすごいですね。なんかまるで人が運転してるかのような感じの運転をしてます。で、難しいのはこのように左側に今ミニバン止まってますけれども、ああいった停止車両が結構あって、それをですね避けたりしながら走っていくのもありますし、まあ、その間からバイクが走ってきたりとかいうのもありますから、そういった様々を判断できるかどうかっていうのがすごく肝になっているということですね。まあ、例えばアメリカとかだとやっぱり車社会なんで道路が広くて車道はもう完全に車しか走ってないですし、路中もほとんどないわけですよね。歩行者もですね、まあ、ほとんどいないというような状況の中で動いたりするわけですけれども、やっぱり日本は歩行者とですね自動車と、まあ、結構混在しているところもありますし、日本は何よりこのような駐車車両が多いというのが結構、まあ、難しいというふうに言ってましたけれども、実際にこうして見てると確かに車線をね半分使って走ってるような車とかもいっぱいいますので、そういった中でこの車が走っていくっていうのは結構やっぱり難しいですし、これ普通に運転しててもスキル問われるようなところですから、そういう意味ではかなり自然に判断してるなというところですね。ここ今右折するわけですけれども、前にバスが右折するので今曲がってきますけれども、それをおそらく見て判断してるんでしょうね、これはね。はい、でこれを見て右折していきます。そして交差点のところで今周りを確認して、この辺りは非常に慎重に
運行してるなっていう感じがありますね。で、日本はやっぱり歩行者と停車車両と、まあ、自動車が結構混在してるのの難しさっていうのがあるというのが一つありますけれども、横浜はその中でも歩道と車道がまあ分離しているので、比較的こういったことがやりやすい場所ではあるということはおっしゃってました。ただやっぱり駐車車両は相変わらず結構多いので、そのあたりとの兼ね合いが肝になってくるということで、今ちょうどバスが右ウインカーを出して入ってきてますけれども、このあたりの車間の取り方とか制御の仕方っていうのも極めて自然な感じですね。まあでも本当に実際に体験してみると、その動きっていうのが人間の動きに近いなっていうところは感じますね。いやー、本当普通に走ってますね。しかもまあここ40キロ制限なんで、もうぴったりと39キロ40キロで走るというところですよね。まあこの辺りは40キロ超えることは絶対にないわけですけれども、停止の仕方なんかも非常に滑らかに止まってますね。で、まあ、要は携帯でこの車をですね、いつでも呼んで乗れるというような、そんなサービスになっているということで、まあ、今回200人ぐらいの横浜在住の方が参加しているわけですけれども、人によっては本当毎日使ってやっているような人もいるということだそうで、まあ、こうした実証実験なんかだと実際には結構ですね、取材の時だけのものだったりする場合が多いですけれども、今回も日産は横浜でしっかりとそれを行っているということですし、一般の方向けにきっちりとプログラムを組んで展開しているということになるわけですね。ここにも、はい、ドライバーさんの手元のカメラがこう見えるようになっているんですけれども、ずっとやっぱり手をね、こう置いていつでもハンドオーバーできるようにしてあるという状況で運行しています。まもなく降車ポイントに到着します。はい、ここも今正面からタクシー来てるような状況で、はい、バイクも来てますし、その前に右折車も来てますし、まあ、非常に状況としてはいつ行ったらいいのかみたいな感じの状況ですけれども、はい、これで今右折をしてきます。ちゃんと歩行者見て減速も行ってますね。で、この先でおそらく停車ポイントがあるというところでしょう。ちゃんと路肩によって、はい。降車ポイントに到着しました。そのままお待ちください。ドアが開きます。忘れ物にご注意ください。で、これでドアが開いて、はい、外に出て終了と。ちょっと一回出ますね。はい、このように今ワールドポーターのところまで来ました。で、ここで連れてきていただいて、まあ降ろしてもらって、それでどっか出かけるというようなことをやって、ようこそお好きな席にお座りください。はい、じゃあここで座りましょうか。シートベルトをお締めください。準備が整いましたら窓際にある GO ボタンを押してそのままお待ちください。ここですね、このボタンを押します。そうするとドアが閉まります。周囲の安全が確認でき次第出発します。だいぶ自然に出発しますね。やっぱりかなり普通に走っていて、
この辺りのカーブの曲がり方なんかも普通に僕らが運転してるのと変わんないですね。やっぱり全然緻密に制御してますし、この信号停止する時のやっぱり感じとかもすごい上手なドライバーのブレーキのかけ方で止まるということをしてるわけですよね。これが周りの状況を見つつそういった操作をしているということなので、車の側で、その意味ではすごくやっぱり信頼が置ける感覚というのはあるなというところですよね。まあ、今時間的にそんなに車いっぱいいる感じではないですけれども、でもその流れにやっぱり乗って走るということはしっかりできているというのがありますね。このようにやっぱり左側に車止まってたりしますので、こういったところでの状況がどんなふうに判断するかというのは問われてくるところで、まあ、この先ですね、さらに左側にずっと駐車車両があってより狭くなるわけですけれども、この辺りどんなふうに判断するかというのは一つポイントですよね。ちょうど今白いバンが来てますけれども、はい、白いバンに対して、はい、自然なですね感じで入れて、まあ、その後ちょっとブレーキ遅れましたけれども、こういったですねかなり際どい状況もクリアしているということになるわけですね。やっぱりこの技術というのは、まあ、今後ですね考えた時に、まあ、例えば都会じゃなくて田舎とかだと割とですねその交通弱者増えてるっていう状況とかはあるわけですよね、まあ、要するにバスとか赤字でなくなっちゃう、電車も廃線になっちゃうみたいな状況の場所っていうのはどうしても車が自分で運転する車じゃないと交通手段がないような場合があったりするわけですけども、実際にでももう運転できないというような方も結構いるわけで、そうした時にどうするかということになると、やっぱりオンデマンドでの交通っていうのが必要になってくるわけですけれども、そういった時にですねこのようなイージーライドのようなサービスがあれば気軽に使えるものとして考えられるのかなというところはありますよね。もちろん、まあ、自由自在に出かけるというようなことをするのはなかなか難しいですけれども、こういったことができれば、お、ちょうど今ランニングしている人がいますけれども、はい、これもしっかりとクリアしてますね。そして向かいから、はい、信号を渡っている方がいて、こういったところも状況を見てますね。まあ、こういったサービスが実現することによって、まあ、新たなですね、その交通手段として使われるようになるというような未来もあるのかなというところですよね。まあ、まだ本当にまだまだやるべきこと、クリアすべきことっていうのは課題はいっぱいありますけれども、やっぱりこうした場所で、実験を重ねることによってですね、新たな手段を一つ生み出すというのも、まあ、自動車メーカーがですね手掛けている部分でもあるというところですよね。それとやっぱ電動車なので制御が本当にきめ細やかにできるというのもありますよね。これが来年、お、到着か、まもなく降車ポイントに到着します。はい、来年期間の車だとやっぱり指示を送ってから反応出るまでに、特に加速方向なんかだと厳しい場合があったりするわけですけれども、そういったところもですね電動車だったら反応もいいというメリットがありますので、そこも生きてますよね。このように、はい、今周りにどんな状況になっているかというのが全て把握されてますね。車が四角で出ていて、人はちょっとこう縦長の棒みたいな感じで出てますけれども、このように、はい、センシングされているということですね。でこの先渡って右に入ったところがゴールですよというのも表示されています。はい、戻ってまいりました。
もね、何気に歩行者とかが渡ってきたりして判断が難しいところですけれども、そこもスムーズに、はい、クリアして、はい、あちらのゴールに五味ちゃんがいます。到着してこれで、はい、ゴールと。降車ポイントに到着しました。そのままお待ちください。ドアが開きます。忘れ物にご注意ください。はい、これで、はい、周囲の安全を到着でございます。ここもそうですし、はい。あ、ここがほとんどカメラだ。なるほど。あとミラーの下側に、はい、ここにもついてますし、サイドはサイドはないなくて、レーダーです。あ、これライダーですか。おお、なるほどなるほど。あ、リアもこれライダー入ってて、これも丸いのこれレーダーですか。そうです、はい。でカメラは普通にバックカメラ、バックカメラですね、入ってて、あここに3つ、はい、3つ入っているのが見えるかと思います。このようにほとんど普通の車と同じ外観の中に全てインクルードされているというのが、まあ、特徴ですよね。なのでこういったところに入ってますけれども、通常の車の、まあ、ボディに違和感なく収めているというところで、はい、このような感じで、まあ、特にやっぱりこのカメラがすごいですね、ここね。はい、というわけで、今回はですね、日産のイージーライド、これをですね体験してきたわけですけれども、非常に以前よりもですね滑らかな感じになってますし、まあ、車も変わったんで技術はですね進化しているなというところを体感しました。で、まあ、こういった交通システムですね、こういったですねサービスは、まあ、我々は自分で運転できるんで、あんまりねこう自分事として感じないかもしれないですけれども、地方なんかに行くとやっぱり公共交通の空白地帯なんかがあって、そういうところでは車がないと生きていけないですし、でも運転できないという人もいたりするわけですよね。でそうした時に、例えばバスとか、まあ、公共乗り物が必要なんですけれども、まあ、赤字路線とかで、なくなってしまったりとか、そういう状況があって、そこで、どんなことができるかというと、まあ、こういったですねオンデマンドの交通があることによって、サービスがあれば自分でですねスマホさえあれば呼んでいけるようなこともできるというわけで、一つですね新しいその可能性を感じさせる、そんなサービスとも言えるものなのかなというふうに思います。実際にですね体感してみると、これが自分の街にあれば使い方をですね慣れることによって、本当にこう楽に移動ができるというのもありますし、先ほど土井さんも言ってましたけれども、タクシーとかだとちょっとした距離を移動するのにやっぱり申し訳ないなっていう感じのところがあるわけですけれども、この車であればやっぱりそのあたりも気にせずに、ほんのちょっとの距離も動くための足として使えるというのはありますので、そういう意味ではですね非常に有意義なものだと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が来るかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。